こんにちは、速稼塾の福岡でございます。私身長が180センチ、高校3年生の時に177センチになって、それからあまり変わってないんですけどもね、高い身長のままでございます。けどね、最近は175を超える男性も結構増えてきたなっていうところで、私もね、常に学校で整列する時には一番後ろかその辺だったんですけども、今はどうなんですかね。その中でね、身長170センチ以下の人には人権がないというふうな発言で、プロゲーマーのタヌカナさんという方がその失言を追われて、その地位をね、ちょっとこうなくしてしまったということがありましたけども、ちょっとね、乱暴な言い方をすればね、ゲーマーにも結構風紀が求められる時代になってきたのかなっていうことで、なんかそのブランドイメージが結構ついてきたんだなっていうふうに捉えることもできるかなと思うんですよ。いや、ゲームしながらチャットをする方とかならわかると思いますけども、結構ひどい発言がその中で行ったり来たりしてますよね。まさにね、侮辱的発言とかね、人権を軽視する発言とか、言ってみればゲームしながら皆さんもね、自分のキャラクターが例えば敵にやられた場合、死んじゃったとかになると思うんですよ。この辺ならまだいいんですけども、こうね、なんかミサイルを撃ちながら死ね死ねとか言うのあれはどうなんですかね。すごく暴力的な発言だと思うんですけども、ただ実際に死ねっていう言葉と敵をやっつけて次のステージに進みたいんだっていうのがイコールになっちゃってるのがゲームの中の世界だと思うんですよ。だからゲームの中でいくらそんなことをね、掛け声のように言う人でも、出会う人出会う人にいちいちそんなね、ことは言わないと思うんですよね。そういうののちょっと拡張版で、人権がないっていう言葉はまさにね、人権がないというふうな言葉そのものを言い表してるんではなくて、私は身長170センチ以下の方はそんなにね、恋愛対象としてあまり見てないんですよっていうことを言おうとしてるんだろうなと意訳することができるんですよね。ただそれも身内でよくね、タヌカナさんのことをよくご存知の方だったらそれで済むかもしれませんけども、やっぱ実際は許される発言ではないですよね。というのが、その、ゲーム業界といいますかね、タヌカナさんを囲っている人間関係の中だけで社会っていうのができてるわけではないですから、実際に170センチ以下のね、男性もしくはまだね、成長期にある中学生ぐらいの男の子が、プロゲーマーのタヌカナさんのファンでね、そんな発言をしたのを聞いたら、個人攻撃にもね、こうなると思うんですよ。で、個人攻撃といえば、今回この170センチ以下の方がどうこうって言った言葉の流れっていうのは、Uber Eats の配達員の方が来て、その方と接点を持った時に、その方を指してね、言う言葉だったんですよ。ですからまさに、当事者としては、Uber Eats の配達員の当事者としては、俺のことよみたいな、俺に人権ないって言われてるのかみたいな感じで、個人攻撃というふうに解釈もできるんですよね。でもね、本当になんかこう、言葉が悪くなっちゃう人っているんですよね。思わずポロッと。だからそれは普段からそういった言葉に囲まれてるからなんで、Twitter をしていてもね、SNS をしていても、YouTube をしていても、VTuber していても、誰とどんな言葉を共有してるのかってことはよくよく考えないといけないと。やっぱりね、こう言ったらまたね、ヘイト発言になるかもしれませんけども、賢い人と関わることで自分も賢くなるし、相手もさらに賢くなると。でも愚かな人と過ごしていると、自分の脳も汚染されて愚かになっていくんですよね。もちろん何を基準に愚かであるか賢くあるかっていうのはそれぞれのジャンルによって違うと思いますけども、ここではっきり言えるのはですね、人を貶める発言が好きな人、人を傷つける発言が好きな人、人をバカにする発言が好きな人と一緒にいると、自分の判断基準もそこに向かっていくってことなんですよ。どんな人間も100人中100人の、どんな人にでも美点が見つけられるような、どんな人にも応援や励ましを与えられるような、そんなコミュニケーションばかりしていると、ほとんどの人が見放したようなね、とんでもない人でも、こんないいところがあるじゃないかっていうふうに尊重することができるんですよね。それからね、ここまで言うとね、じゃあそのどうしようもない人間とお前が付き合っていくのかっていうことでまた言う人がいるんですけども、人として尊重することと自分の友人に向き合えることはね、また別ですからね。だから尊重してその人は決して貶めないんだけども、私の友人としては迎え入れないよっていう判断は別にヘイトでも何でもないと思いますからね。
人間関係を皆さん選ぶことができるんで、あなたとは付き合いませんよと、お付き合いできませんっていうふうな断ることもできるわけですよ。お断りすることっていうのは別にヘイトでも何でもないと思うんですよね。人間の時間は有限ですから、大切な人と一緒にいる、家族と一緒にいる、親友と一緒にいる、恋人と一緒にいる間は、その他のね、ちょっとそうではない関係性のより薄い人との共有する時間っていうのは減りますからね。まあでも私はね、ゲームが大好きであるがゆえに今ゲームをほとんどやってないんですよ。私の勝手な主観から言えば、ゲームの環境は随分悪くなったなと思いますよね。やっぱりひどい発言をする人が多くなって、このプロゲーマーっていうレベルの人でもこんなこと言うんだなと思って、さらにがっかりして、私の目から見るとゲームという世界に集まる人の質はそんなに良くないなと、同時にですね、良くしようとしている人たちもいるということでね、ちょっと救われる思いがするということですかね。もうせめぎ合いですよね。まあどの世界にもこのせめぎ合いっていうのはあると思いますけども、十把人からいに全員が悪、全員がいい人っていうふうにはなんなくって、やっぱりせめぎ合いですね。まさに善と悪というか、こう善と悪って言ったらね、アルマゲドンみたいですけども、なんかいろんな思いが錯綜する中で落ち着くところに落ち着きつつあるんではなかろうかという、そういう過渡期のゲーム業界の一つの次元だったのかなと思います。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。人権ね、どんな人にでも人権ありますよ、ね、ジェノサイドじゃないですから、どんな人にも人権があります。身長が170だろうが180だろうが人権あるわけですよ。だからね、やっぱりこう口をついて出た言葉といえども、言ってはならない言葉があるなっていう、そんなね一つの例でございました。足元を救おうとして人の言葉のね、本当深読みをする人っていうのは山ほどいますから、発言には気をつけることと、時には大胆になることが必要なのかなと思います。そういう点ではね、あの石原都知事先日亡くなりましたけども、結構なね石原節でしたね。また聞きたいなと思いながら、もう聞けないのがちょっと残念でございます。